はい、皆さんこんばんは、川上です。今そのバレンタインイベント直前でピックアップやってるじゃないですか。まあ、その中で俺が欲しかった概念霊装がピックアップされたんですよ。まあ、それがこれです。はい、チョコレートヘブンっていう、まあ、カーマとパールさんがね描かれている霊装なんですけど、まあ、この霊装のカーマがとにかく可愛いと。はい。まあ、加えて性能としても割と優秀だし、まあ、可愛いしね、うん、でぜひとついたいと思っていました。でね、さっきおはがちゃ回したら、まあ、運よく1枚引けましてね。うん。で、もともと2凸だったのが3凸になったんですよ。いや、そこでね、もうこれはもう1凸するまで引くしかないと。そう思って、まあ、私は追いガチャをしました。はい。まあ、皆さんお察しかもしれませんがね、その結果がこちらになります。はい、清少納言さん。2枚ということでね。いや、運いいじゃん。何も言うことないじゃん。明日殺されるレベルの紙引きしてるじゃん。てか殺すと言いたい方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、なんならね、ヘファイスティオンまで引けてるし、まあ、ガチャ運に関しては、本当、まあ、正直明日死んでもおかしくないレベルだと、まあ、俺も思うんですけど。いやでもね、問題は、そこにたどり着くまでの過程なんですよね。はい。実はこの清少納言さん、これで6枚目です。そして、ここまでで私、11連召喚を25回分引いて、5万円なくなりました。霊装、1枚も引けてません。うわー、ふざけるふざけるバカ野郎。うわーねえ、これどういうことマジで。あのさ、確かに、後に引けなくなって、ずるずる引いていった俺も悪いと思うよ。うん、でもさ、いや、まさかこれだけ引いて1枚も霊装出ないと思わないじゃん。しかも霊装よりこれ、なぎこさんの出る方がさ、出てる回数圧倒的に多いしね、これ。見てくださいよ、これ。ほら、これこれ。なぎこさんの排出確率 0.8% に対してさ、ほらこれ、星5霊装の排出率、2.8% ですよ。3倍以上出やすいはずなんだけどね。いや、もう、本当に理解不能、マジで。ディアルガとパルキアのオリジンフォルムぐらい理解不能なんだけど。まあ、ということでね、まあ、このゲーム、やってて久々に疲れました。バゼットガチャはね、まあ、これから、まあ、9日だっけ？水曜日にあるんですけど、まあ、金銭的に引けるかどうかわかりませんね、これね。まあ、モルガンとバーバンシーの霊装も、ただおそらくね、ガチャさんなので、まあ、もう、霊装1枚引けたら撤退しようと思います。はい。まあ、あと、なぎこさんはね、せっかく報告になったし、まあ、声もめちゃくちゃ好みなので、まあ、今後、高難易度の攻略とか、周回で積極的に使っていくことにします。はい。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。では、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あれ？ちゃんまつじゃん！何してんの？暇なら一緒にコンビニ行く？